ってきます。冷凍の野菜ミックスを入れます。シリコンカップに入れて冷凍保存します。今日はお粥ちょっと少なめです。多分30g ぐらいかな。なんか最近あんまりちょっとね、量が胃腸炎になってから量が少なくなってるので、これぐらいと、これがカブとさっき加えたトマト、そしてこれは初めて揚げる卵の、白身が混ざった全卵の卵の薄焼きです。これにあとヨーグルトをちょっと足して揚げようと思います。
ほんとね、この I'm sorry.